はい、フルコンボさんです。今日はね、クルミとクリームチーズのパンを作っていくよ。まずボールの中に強力粉 290g とドライイースト 3g、水を170リットル入れて混ぜ混ぜしていくよ。軽くひとまとまりになったらね、こんな感じでこねていってね。多分ね、15分くらいこねるかも。そう、あの、生地がね、耳たぶぐらいっていうの。なんかあの、滑らかになったら OK。そこにね、砕いたクルミたちをね、40g 入れてなじませていってね。そこからちょっとあの、こうやって平べったくして6等分にして丸めていくんだけど、あの、スケッパーなかったからの 包丁でねこんな感じで切りました生地のさ切れ目っていうのそうこの生地の切れ目部分が下にね行くようにしてね多分なんか小籠包を作るイメージわかんない作ったことないけどはいこれで小籠包を作ってくださいでこの人たちの上にね濡れ雑巾をかぶせ濡れ布巾でした間違えましたはい濡れ布巾をかぶせるんだけどうちに布巾がなかったのでちょっと水をねちょちょちょんってやりましたはいこのようにラップを敷いて10分休ませるよ10分休ませたからねそっから少しあの平たくして中にクリームチーズを入れるのそうこんな感じでね 丸めていくやんでパンを置くときはさっきと同様にあの切れ目をね下にしておいてってね生地がくっつきやすい人はね打ちこしてねそっからオーブンの発酵モードで30度から40度で30分発酵させるんだけどね私あんまり使い方わからないから45度のねお湯をこうやってね下に置いてみたこれが合ってるかどうかを知らないはい30分経ちました はい。立ってからね、こうやって十字にパンを切っていくよ。なんかかっこつけて、あの、上に強力粉ふるってみた。<laughs> ふるってみた。これを190度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていくよ。ちなみに私は20分焼いてみたよ。はい。ってことで完成しました。予熱を取って完成です。かわいいね。これね、結構硬いパンが出来上がったの。顎が丈夫な人はぜひ作ってみてね。じゃあね